平野翔のラップにファンもん絶。ベニュー1 0 1でのナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスが伝説すぎた。ガン・太の表現力爆発。神宮寺ユ太タのダンスがキレッキレ。ナンバーアンダーライン愛の登場は、ファンだけでなく、日本の音楽シーン全体に新たな息吹を吹き込む出来事となりました。彼らのステージパフォーマンスは、ただ音楽を演奏するだけではなく、観客を巻き込み、 共に体験させる一大イベントのように感じられるものです。特に平野翔、紫優太、そして神宮寺優太という個性的な3人が揃ったナンバーアンダーライン愛は、各メンバーの異なる個性を最大限に生かしながら、統一感のあるパフォーマンスを生み出しています。最新の出演となったベニュー百1 0 1では、3人がそれぞれの魅力を余すところなく披露し、視聴者を魅了しました。その日のパフォーマンスにおいて、 まず最初に注目されたのは、彼らのビジュアルとカメラワークでした。ファンたちは、カメラがまるで一緒に踊っているかのようだ、と評し、照明とセットもその世界観をより引き立てていたと感じています。これまで何度もナンバーアンダーライン愛を目にしてきたファンでさえ、今回の演出には驚きを隠せず、何度も繰り返し見る価値があると SNS で盛り上がっていました。パフォーマンスだけでなく、 トークコーナーでもメンバーがラップのこだわりについて語り合い、その瞬間がファンにとって貴重な体験となりました。特に、平野翔の低音のラップは、低音低音とまで呼ばれ、その存在感はステージ全体を引き締める役割を果たしていました。それに対し、岸優太の感情豊かなパフォーマンスと神宮寺優太の鋭いダンススキルが見事に調和し、3人のラップが一つの作品として昇華されていました。 この絶妙なバランスがナンバーアンダーライン愛の強みであり観客を引きつける大きな要因となっています見る者にとって単にかっこいいだけでなく何度見ても新たな発見があるそんな奥深いパフォーマンスを提供しているのですベニュー1 0 1位でのステージセットや照明カメラワークは全てが計算され尽くしておりそれぞれがパフォーマンスを引き立てる役割を果たしていました カメラは様々な角度からメンバーの動きを捉え、ステージ上の臨場感をそのまま視聴者に伝える工夫が施されていました。特に、ダンスシーンではカメラがメンバーの動きに合わせて動くことで、一層の迫力を感じさせました。セットもまた、INZM の世界観を際立たせ、ファンたちは異空間に迷い込んだかのようだと表現しています。照明の巧妙な使い方も見逃せないポイントで、 各メンバーの動きや表情が最大限に際立つように調整されており、視覚的にも聴覚的にも満足のいくステージとなっていました。そして、ファンが最も感動したのは、彼らが単に楽曲を披露するだけでなく、その中にメッセージやストーリーを込めていることでした。ラップの中で繰り広げられる歌詞は、それぞれのメンバーが抱える思いを表現しており、その一言一言が見る者の,の心に響きます。特に 太平洋にダンク・ライク・エイジョダンという歌詞は、ファンの間で大きな話題となり、その背後にある意味や背景についても考察が飛び交っています。このように、パフォーマンスを超えて、ナンバー・アンダーラインアイは深いメッセージを音楽に込め、それを視聴者に届けているのです。ベニュー1 0 1の放送後、多くのファンが NHK プラスで何度もその映像を見返しているという報告が相次ぎました。彼らは、 初見では気づかなかった細かいディテールに感動し、何度見ても新たな魅力を発見できると口々に語っています。また、ラップのトークコーナーも含め、彼らの音楽に対する真摯な姿勢や、互いのスキルを尊重し合う姿勢が垣間ま見え、その人間性にも惹かれる要素が多かったようです。ファンはただの視聴者にとどまらず、彼らの成長を見守り、応援する仲間としての一体感を感じているのかもしれません。 このように、ナンバーアンダーライン愛は音楽の枠を超え、視聴者やファンとの絆を深める存在となっています。しかし、彼らの成功は決して偶然ではなく、そこには綿密な準備と計画が隠されています。平野、騎士、神宮寺それぞれが自らの役割を理解し、共にパフォーマンスを作り上げていく姿勢が、ファンの心をつかんで離さない理由の一つです。彼らの音楽は、 常に進化し続けており、次のステージではどんな新しい驚きを見せてくれるのか、ファンは期待を寄せています。ナンバーアンダーラインアイの魅力は、単にパフォーマンスだけにとどまりません。彼らが作り上げる音楽、ビジュアル、トーク、そしてファンとのインタラクションすべてが一体となり、一つの作品として完成されているのです。それは、観客がただ聞くだけではなく、共に体験し、 感じるることがでできる特別なものですベニュー101位でのパフォーマンスはその一例に過ぎませんが、これまで積み上げてきた努力の結晶として、今後も彼らの成長と活躍から目が離せないでしょう。また、彼らのパフォーマンスは、現在の音楽シーンにおいても新たな基準を打ち立てています。特に日本国内において、これほどまでに独自のスタイルを持ち、それを継続的に進化させているグループは少ないと言えるでしょう。 その背景には、各メンバーが持つスキルの高さと、プロフェッショナルな姿勢があることは間違いありません。彼らのラップは単なるリズムや音の表現ではなく、メッセージ性を帯び、観客の心に直接届く力強さを持っています。これに加えて、ステージ上での表現力やビジュアル面でも、常に新しい試みを取り入れ、ファンを飽きさせることがありません。しかし、ここで考えてみたいのは、 彼らの成功がどこまで続くのか、そして次に何を目指しているのかという点です。ナンバーアンダーライン愛はすでに多くの成功を収めていますが、その成功に甘んじることなく、次なる挑戦を見据えていることが、彼らのインタビューやパフォーマンスからも感じ取れます。例えば、平野翔が以前のインタビューで語ったように、音楽を通じて自分自身をもっと表現したいとの思いが強く、 彼らは常に新しい表現方法を模索しています。このように、ナンバーアンダーライン愛の未来は非常に明るいと言えますが、その一方で、彼らがこれから直面するであろう課題も少なくありません。音楽業界は常に変化し続けており、新しい才能が次々と登場しています。その中で、彼らがどのように自らのスタイルを維持しつつ、さらなる進化を遂げていくのかが注目されます。また、 ファンの期待も高まる一方で、彼らがその期待に依頼続けることができるのかというプレッシャーもあるでしょう。しかし、これまでの彼らの姿勢を見ている限り、常に挑戦を恐れず、自分たちの道を切り開いてきた彼らならば、その壁を乗り越えていく力を持っていることは間違いありません。ナンバーアンダーライン愛の未来について考えると、彼らの成長と進化は今後さらに加速していくことが期待されます。彼らはデビュー以来、 常に新しいことに挑戦し、ファンに驚きと感動を提供してきましたが、その裏には強い情熱と努力があることは明白です。平野翔、岩雄太、神宮寺雄太は、それぞれ異なる個性と才能を持ちながらも、お互いを補完し合い、最高のパフォーマンスを作り上げてきました。そして、彼らのこれまでの軌跡を振り返ると、常に自分たちの限界を超え、新しいステージに進む姿勢が見られます。 音楽業界は絶えず変化し、新しいトレンドや技術が登場する中で、アーティストは時代に適応しつつ、自分たちの独自性を失わないようにしなければなりません。ナンバー・アンダーライン愛も例外ではなく、彼らが今後どのように自らのスタイルを進化させ、さらに幅広い層のファンを獲得していくのかが注目されます。彼らが音楽だけでなく、ファッションやビジュアル、 パフォーマンス全体で新しいトレンドを生み出す力を持っていることは、これまでの活動からも明らかです。また、彼らの成功は国内だけにとどまらず、海外進出も視野に入れているのではないかという声もあります。実際、世界的な音楽市場においても、日本のアーティストが注目される機会は増えており、ナンバーアンダーライン愛もその波に乗る可能性があります。平野翔は特にグローバルな視点を持ち、 英語や異文化に対する理解を深めていると言われており、彼らが世界に向けてどのような音楽やパフォーマンスを提供していくのか、期待は高まっています。さらに、音楽の枠を超えて、映画やドラマなど他のエンターテインメント分野でも活動を広げる可能性もあります。特に平野翔は俳優としても高い評価を受けており、彼の出演する作品は多くの視聴者に支持されています。ガン・ユータや神宮寺ユータも、 それぞれの個性を生かして、音楽だけでなく多方面での活躍が期待されるでしょう。このように、ナンバーアンダーライン愛は多彩なユニットであり、その一人一人がさまざまな分野で輝くことができる可能性を秘めています。しかし、彼らが音楽の世界でトップに立ち続けるためには、さらなる挑戦が必要です。新しい音楽スタイルの探求や、 コラボレーションを通じて自分たちの表現の幅を広げることも重要なポイントとなるでしょう。これまでにも彼らは他のアーティストとの共演やさまざまなジャンルの音楽に挑戦することで自己の限界を押し広げてきました。今後もそのような姿勢を維持し新しい音楽的冒険を続けることが彼らの成長につながるはずです。またファンとの関係性も彼らの成功において欠かせない要素です。 ナンバーアンダーライン愛は常にファンとのつながりを大切にしており、その姿勢が彼らの支持の強さに直結しています。SNS やライブイベントを通じて、ファンと直接コミュニケーションをとる姿勢は、ファンに対する感謝の気持ちを表しています。そしてその関係は、単なるアーティストとファンという枠を超え、まるで仲間や家族のような親密さを感じさせます。これからもファンとの絆を深めながら、 さささらにに多くの人々に愛されれるる存在となることなこが期待されます結論として、ナンバーアンダーライン愛は単なる音楽ユニットにとどまらず、その存在そのものが一つのカルチャーとして確立されつつあります。彼らが音楽に込めるメッセージやパフォーマンスの質の高さは、ファンのみならず、音楽業界全体に大きな影響を与えています。これからも、彼らの音楽がどのように進化し、どのような新しい感動を届けてくれるのか、 楽しみにしているファンは少なくありません。そして、ナンバーアンダーライン愛自身もその期待に応えるべく、これからも挑戦を続けていくでしょう。